です。6月の24日挑戦者ジュリアン・ロルシーが来日しました。大勢の報道陣が待ち受ける中、長い旅の疲れも見せませんで、リラックスした表情が大変印象的でした。その翌日、チャンピオンの畠山が公開スパーリングを行いました。ロルシー陣営が見守る中、畠山は普段と逆のサウスポースタイルで登場しまして、森塚さん、このサウスポースタイルでスパーリングをしたということはどういうふうに捉えたらいいんでしょうか。はい、そうですね、まあ、予想と違うことをやって相手を惑わせる心理戦だとは思いますけど、はい、はい、まあ、だけど調子見る限りはまあ軽くて、力抜いてタイミングだけ測っていると思います。そうですか。いつもの試合よりも一月も前から指導を始めました、この畠山。このサウスポースタイルで練習をするというのも初めてのことでした。一方、ロルシーは回転のいい高速連打を披露しまして、チャンピオンとは全く対照的に順調な仕上がりをアピールしました。竹原さん、はい、ロルシーの印象、この動きなどをご覧になっていかがですか。そうですね、これだけじゃ分かんないですけど、とにかく左が強いんでタフで、その左を盛らないように気をつけた方がいいですね。いずれにしましてもミドルレンジでの打ち合いを両者とも得意としておりますので、はい、この中間距離での打ち合いが一つのポイントにもなりそうですね。そうですね、はい、黒いシャツがチャンピオンの挑戦者を挙げます、ロルシー。その両者が初めて顔を合わせた予備検診、検診ではお互い異常は見られなかったんですが、チャンピオンのこの態度に挑戦者ロルシーが激怒しました。まあ、ここら辺から鬼塚さん、ピリピリムードは始まってましたね。そうですね、まあ外国の選手とかはね、もう試合前とかでもそうでもないんでしょうけど、それだけやっぱり集中してるってことじゃないですかね。試合前から一触即発の様相を呈しておりました。そしてさらに調印式でもお互いに視線を合わすことは全くありませんで、畠山ロルシーともに終始厳しい表情のままでした。会場内にも緊迫した空気が張り詰めております。そして昨日行われました軽量ではチャンピオンの畠山はリミットいっぱいの 61.2キロ、 チャレンジャーのロルシーは 60.8 キロで共に一発でパス、万全のコンディションでこの一戦に臨みます。というこの1週間の両者の表情をご覧いただきました。鬼塚さんもご自分の試合の前を思い出すんじゃありませんか。そうですね、畠山選手はどっちかとこうリラックスして、試合前でもあんまり変わらないような雰囲気でしたけど、今回やっぱり、集中してすごい、高まってると思います。はい、竹原さんは今の VTR をご覧いただいて、はい、どんな印象をお持ちでしたか。そうですね、前回のリック戦からちょっと気合い入ってますね。はい、はい、さて国分さんも長瀬さんもですね、はい、ガチンコファイトクラブの担当で、はい、目がだいぶ肥えていらっしゃったと思うんですけれども、いやいやいや、国分さんからご覧になりまして、はい、今日の挑戦者のジュリアン・ロルシーはどんな印象をお持ちですか。そうですね、まあ、皆さん、ボクシングをやっていた方からの評価としましては最強のチャレンジャーみたいなような感じがするじゃないですか、はい、でも、畠山さんは世界チャンピオンですから、間違いなくやってくれると思います。はい、はい、長瀬さんね、はい、私もフランスまで行きまして、ジュリアン・ロルシーのスパーリングも見てきたんですけれども、はい、あまり欠点がないんですよね。なんか今 VTR 見せてもらったらすごいやっぱパンチがありそうですね。そうなんです、全体的に右も左もなんかバランスよくパンチ力がありそうだなっていう印象があったんですけど。なるほど、はい、まあ、いずれにしましてもかなり手ごわそうだなという印象は一層に強くなりましたね。はい、さて、試合前なんですけれどもね、バンデージの巻き方でフランスサイドから大変強硬なクレームがついたという情報も入っておりますので、そこら辺のところを赤コーナーの TBS の土井アナウンサーにちょっとリポートをしてもらいたいと思うんですが、まず赤コーナーの土井さん、どういうことだったんですか。はい、今控室の中では WBA の立ち会いに、そして JBC 小島事務局長立ち会いの下でもう一度バンデージチェックが行われているところです。今の話を整理いたしますと、先ほど6時過ぎにこちらの方で生中継でリポートをした時に、あの時にバンデージを中で巻く予定でした。その時にジュリアン・ロルシーサイドからバンデージの巻き方についてのクレームがつきました。そのバンデージの巻き方、ちょっと今この私が持っているペンでご説明いたしますと、これぐらいの太さのものを拳のちょうど山の部分、ここですね、ここにこうあてがうんですが、このルディ・エルナンデストレーナーの巻き方自体にまずクレームがつきました。そして今度はこの小さく掘り細く筒状に折ったこのバンテージの質が違うんだと、これじゃないものに変えなさい、でそうじゃなければ今度はまた長さが違う、そしてこの拳の位置ではなくてもうちょっとずらしたところにつけろと、いろいろと主張が2点3点しています。ルディ・エルナンデストレーナーも激しい勢いでその
これは正しいんだと、これは WBA のチェックの下で行われているんだということをずっと言っているんですが、それをなかなかジュリアン・ロルシーサイドが、聞き入れませんで、最終的には先ほど15分ほど前にようやくこのバンテージを巻き始めたという陣営の中です。で土井さんね、はい、一時は試合も放棄しても構わないんだ、はい、我々はというふうな情報も伝わってますが、6時45分の段階で OK を出したんですが、それよりも10分ほど前に一度は、お父さんのダニエル・ロシーが大きな顔を丸めて、もうフィニッシュフィニッシュという顔を真っ赤にしてこのドアを飛び出して控室サイドに戻りまして、一度は試合放棄かというところまで大きな話になったんですが、はい、最終的には今のやり方で OK だということで最終的には落ち着いています。わかりました、はい、一方青コーナーの方はどうなんでしょう。 TBS の新田悦雄アナウンサーです。新田さんいかがですか。はい、こちらの方もですね、非常に先ほどまでこの隣に現在いますけれども、ダニエルトレーナーがもう激高していましたけれども、今はとりあえず問題解決しまして、控室の中ではグローブが届けられて、今ロルシー選手がこのグローブをつけているというところになっています、はい、今までロルシー選手自体は静かな表情でしたよ。はい、右側の方がお父さんです。ということで、JBC 日本ボクシング協会の小島事務局長も言っていたんですけれども、私も何百試合という世界タイトルマッチに関わっているけれども、両陣営がこれだけ緊張して緊迫したムードが漂っているタイトルマッチというのは私のキャリアの中でも初めてだと言っておりました。日本人のチャンピオンが初めて日本のボクシング史上を迎えるフランスの挑戦者、試合前からこの埼玉スーパーアリーナは異常に緊張したムードが漂っております。ただいまより本日のメインイベント WBA 世界ライト級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー135ポンド横浜体重所属24勝19KO1 敗再引き分けWBA ライトウェイトチャンピオンナンバー畠山貴成、28戦24勝1敗3分け19のナックアウト勝ち、ナックアウト率は 67.9%、 今晩のウェイトが 61.2kg、 畠山貴成です。フランス48勝35キロ2敗2引き分けWBA Lightweight Ranking No.1 ジュリアン・ロルシー。本番のウェイトが 60.8kg、 52戦48勝2敗2分け 35KO、 67.3% がロルシーのナックアウト率です。リーチが 174cm、 身長は 169cm、 畠山はリーチが 177cm、 身長は 173cm。レフリーは今日28回目の世界タイトルマッチのレフリング、パナマのフリオ・アルバダール。さあ光り輝くリングの中にチャンピオン挑戦者が飛び込んでいきます。まもなくゴングです。 WBA 世界ライト級タイトルマッチ、ゴングとの一節して2万人を超す大観衆の中から大歓声が上がりました。銀色のトランクス、ブルーの側線がチャンピオンの畠山、ノーコン、黒に近いようなトランクスがフランスの WBA 世界ライト級第1位のジュリアン・ロルシーです。右側にロルシー、左側が畠山です。注目の第1ラウンドの滑り出しです。左のジャブを小さく1回2回ついておりますチャンピオンの畠山、両者ともオーソドックススタイル、ライトアップは空を切りましたチャレンジャーのジュリアン・ロルシー、左のスレート1回2回、これが得意です。これがこの人の得意マッチ、畠山1台右のストレート、オーバーハンド気味の右のストレートを畠山放ちました。その後はチャレンジャーが左のストレートをすごく突いています。ワンツー、いいパンチです。鬼塚さん、はい、このストレートはなかなかスピードありますね。そうですね、踏み込みがいいですよね。あの左の膝とともにあの左が飛んでくるんで思った以上に伸びると思います。はい、はい、右のストレート畠山が右のストレートありました。左はアッパーカットトリプル、チャレンジャーのジュリアン・ロルシー右フック、両者がリングの中央に戻ります。ダイオスレートの打ち合い、チャンピオンが一発、チャレンジャーが2発です。左がよく伸びます。この左をもらっちゃダメですよ。そうですね、はい、まるでジャブなんですがストレートのようによく打ってきます。畠山左のストレートを2回ついた後は右のフックが空振りです。その後はチャレンジャーのレフトのアッパー、
レフトのフット、チャレンジャーが打ちました。軽くこれはかわしています。チャンピオンの畠山を打っていきます。ロープを競りしました。ライトアッパー、チャレンジャー、さあ巻いたりするフリーハグ、素晴らしいパンチです。スピードがあります。チャンピオンライトアッパーからその勝ちの振って軽かった。もう一回2人はパーッと5人になりました。アマレギーがチャレンジャー、あー、ビールストレート、チャンピオンのビールストレートでロッキーちょっと詰まりました。ジュリアン・ドルシーです。いい立ち上がりです。竹山さん、両者の動きはなかなかいいですね。はい、そうですね。ちょっと竹山君がちょっと焦ってる感じがするんですけど。左のストレートを3発つきました。チャレンジャーのジュリアン・ドーシー。畠山の TIB ストレート。チャンピオンのリースの左がパーカット。交代決まりました。チャレンジャーのジュリアン・ドーシー。両方選手らはライトアッパーを組もうというところです。ジュリアン・ドーシー、さらば左のシマブルトリプル。目が深く持っていった。すごい打ち合いです。あの坂本博之戦を思わせるような素晴らしい打ち合いが第1ラウンドから展開されています。埼玉スーパーアリーナの2号でスピードストレート、チャンピオンがメイドストレートを放しました。第1ラウンド2分29秒を今経過しました。左のストレートを突いてきました。チャンピオンの畠山です。ライトアッパーは首を切りました。赤コーナーにチャレンジャー追い詰めたんですが、ステップを切ってきれいに体を入れ替えました。チャレンジャーのジュリアン・ドルシー、左のストレートを1回2回突いてます。スピードストレート、チャレンジャーの右のストレート。鬼塚さんがおっしゃるのはこの踏み込みのいいストレートですね。そうですね、あのバランスをいつも保ってあのパンチ打ってくるんで、はい、予想以上に圧力かかると思います。まもなく第1ラウンドが終わります。いい第1ラウンドが終わりました。1975年7月28日青森に生まれまして、今年25歳の横浜光ジム畠山貴則です。右ストレートと右の3種類のアッパーカットが今回の得意のパンチだと私は思います。ボクサーファイター畠山貴則です。一方こちらはファイターボクサーと言ったらいいでしょう。左右のストレート、アッパーカットを得意とするチャレンジャーのジュリアン・ドルシーです。チャンピオンが追っていきます。竹原さん、はい、第1ラウンドの印象はいかがでした？そうですね、あのロルシーの左がちょっと邪魔でやりにくいですね。でもチャンピオンはいいあの右を当ててましたね。そうですね、何発か当たっていますね、はい、相変わらず左のストレートはよく伸びます。ただあのロルシーは気を抜けないですね。そうですね、竹原さんが注目していたのは1ラウンドなんですけども、はい、1ラウンドからオープニングヒット2人ともバシバシいいパンチ当たってましたね。はい、もう畠山君チャンピオン本人はもう分かってますよ。あ、これはもう勝てるか負けるか。畠山選手のパンチは多彩ですよ。あのよくスナップの効いた軽いパンチ打ってるんで、はい、ボディーブローとかもっと入れていけばあの効果的になると思うんですけど。そうですか、はい、そのボディーブローの再建が非常に良くなりました。チャンピオンの畠山貴則です。離れ際左のフックをダブルで持っていきました。ロルシーはボディーブロー、ロルシーはカムなんで、あのボディーブローが大事ですね。そうですね、はい、右のフック、チャンピオンの右のフック、2人のセンター挑戦者のジュリアン・ドルシーです。ライトアッパー2回、クラダワン・ツー、コンビネーションが非常に挑戦者のジュリアン・ドルシー。畠山も今日はなかなか1ラウンドから出来のいいパンチを繰り出しています。レフリーがパナマのアルバラードさんです。フィンランドと南アフリカとアメリカ、3人のジャッジが採点をします。左のストレートを2回突いています。左のストレートを2発打ちました。畠山が持っています。右のフックを2発カットと見舞いました。チャンピオン畠山、ライトアッパーの試合、ライトアッパーの試合でした。玉ねぎは左のフックを持っていきます。チャンピオンの畠山の中野、左のストレート相変わらずよく抜いてきます。チャレンジャーのジュリアン・ドルシー、畠山は左のストレートをボディに持っていった。挑戦者が放った左のフックを打ちました。しかし今日もまたチャンピオンがロープを相手に背負わせています。チャンピオンが追っていきます。打ち下ろすような右のストレートです。ホーンという激しい声がフランスサイドから湧き上がりました。セコンドに注意をアルバラード主審が行いました。両陣営がかなり興奮しています。リングの中央、画面右側がチャンピオン、向こう側がフランスのチャレンジャーのジュリアン・ドルシー。そのロルシーが右側に回りました。ナイスショット、あのスナップの左、いいジャブが出てきましたね。もっともっと入れていけば効果的になってますよ。はい、はい、右のボディーブローが挑戦者。畠山は次は何を持っていくんでしょうか。左のストレートは挑戦者、畠山も左のストレートでこれに応えます。あと10秒、第2ラウンド、畠山と持っていきます。コーナーを背にしました。チャレンジャー畠山、ランナーか、
ゲストは TOKIO の国分太一さんです、はい、国分さん、はい、リングサイド一番間近、素晴らしい席でご覧になっていていかがですか。はい、僕は応援してるだけなんですけども、一番緊張してると思います、この中で。ああ、そうですか、はい、鬼塚さん、はい、ボディーブローが大変、あなたがおっしゃるように、はい、よく入ってましたね。いい角度で入ってますね、はい、やっぱ攻撃が高いですよ。やっぱ負けんが強いですね、度胸ありますね。ねえ、はい、もうやっぱり向き合ったら怖いと思うんですけど、もうどんどん踏み込んでいってるんで、はい、いい展開に来てると思います。畠山は言います、僕はチャンピオンだから足を使ってヒットアンドレーしてもいいんだけども、それじゃあお客様を喜ばせることはできない、僕は出ていきます。その言葉通りに勇敢に畠山が追っていきます。竹原さん、はい、今日も挑戦者が常にロープを背負ってますね。はい、そうですね、チャンピオンがいいプレッシャーかけて、いい攻撃でいいと思いますよ。そうですね、はい、あなたが先ほど第1ラウンドでも畠山は分かっていいと思いますよというのを、はい、もう少し詳しく説明していただきますと、グローブを1ラウンド、交えた時にもう分かるんですよ。ただ気を抜いちゃダメですね。畠山を攻めていきます。畠山の額の目の中ちょっと切れました、右のフック、挑戦者の同士、畠山の左右のフック、顔面でやってます。ライザッパー、ナイスアッパーですね、ライザッパーが畠山決まりました。馬場上空を背にしております、チャレンジャーの主、ライザッパーを大抜きた、右のフック、危ない、畠山のフックが来た、畠山になってきた、危ない、離れ際右のフックが入りました、挑戦者の右のフックでした、強烈なパンチでした。畠山左のダブル、ライザッパー、畠山の左のダブルを持っていった後はライザッパーです。2万人を超す大観衆が入って冷房が効いているこのアリーナですが、大変暑くなっています。石川さん、はい、畠山2ラウンドが終わった後、左のまぶたの上の止血作業を行いました。左のまぶたの上をごく浅くではありますがカットしています、はい、それからその先には左ジャブから右、ルニエルナンデストレーナーはもうちょっと離れた方がいいという判断をしています。赤コーナーからのリポートでした。石川さん、対しまして青コーナーサイドですけれども、どうぞ。こちらの方はですね、左のバーでとにかくロリスに上げろと、そういう話をしています。そしてですね、とにかく相手のパンチが消えすぎると、そういう話もしていますね。はい、ボリームを畠山のライダーか、ライダーか上がってきた、畠山の攻勢、畠山の攻勢、ちょっと手軽が止まった、ジュリアン・ドルシー手軽が止まったんですけども、ここでまたジュリアン・ドルシーが攻勢に出ていこうということで、ボディームのダブル持っていきました。ボディーにロックスポイント、それが画面に畠山ちょっとダウンテイクでした。ロドシーが強い、なかなか強い挑戦者、すごい打ち合いになっています。畠山は今度は追っていくんです、ジャックが追っていきます。第3ラウンド2分26秒を経過しています。今日もまたものすごい打ち合いになりました。これが畠山の試合です。お客様を全く飽きさせません。日本中を後半の向こうに持っていきます。畠山が攻める、赤子の前に迫りました。ジュリアン・ドルシーが赤子の前に迫りました。畠山攻めていくところ、タイムを入れ替えようとするんですけれども、はい、第3ラウンド残り時間があと5秒ほど。挑戦者の右のストレート、その後はボディーブロー、バランであったところでこのラウンドが終了しました。TOKIO の永瀬さん、すさまじい試合が序盤から続いてますね。そうですね、予想通りすごい激しい打ち合いになってますね、でも畠山さんもどんどん自分から前に行ってるんで。そうなんです、これが畠山の真骨頂ですね。WBA 世界ライト級タイトルマッチ、もちろん実況生中継でお送りしております。試合は第4ラウンド、打って動くというのは赤コーナーチャンピオンサイドです。畠山選手、ポイント取り方もうまいですよ。前半いいパンチもらっても、絶対ラスト30には打ち返して、すごいいい2段のいい戦い方しますよ。そうですか、はい、鬼塚さんの採点では現在のところどちらが優勢ですか。そう、難しいラウンド多いんですけど、ラスト30に必ずいい攻撃仕掛けてるんで、なるほど、はい、2倍が本当にいい持っていき方をしてると思います。ラスト30秒でプレッシャーをかけている、はい、これがいい、ワン・ツー、ロルシーのワン・ツーです。チャンピオンの方が常に押しますからね。そうですね、はい、ただロルシーはコーナーに下がっても狙ってるんですよ。だから気をつけたほうがいいですよ。はい、カウンターをコーナーに下がっても狙っているという竹山さん、2人のスリット2回、
ロンシーの左のストレート2発目、2発目を打ったチャンピオンが顔を大きく歪めました。左のストレートを2回です。お見事なおっしゃる左のストレートは相変わらずよく伸びてますね。伸びますね、はい、下半身にブレがないですよ、はい、あのロープに詰まってても、ちっちゃい右アッパーとか左フックとか確実に決める対戦になりますよね。ですからプロアマを通じて121cm ダウンが1回だけというのを見受けます。ロープは相変わらず制しておりますが、竹原さんおっしゃるようにカウンターを打つのが非常に良い。左のストレート、チャンピオンの左のストレートがかなりヒットしました。ジャスル・クラウドはライトアッパー、いい攻撃を見せています。チャンピオンの畠山、左のストレート、挑戦者の素晴らしいストレートを繰り出しました。これが怖いんです。このコンビネーションブローが怖い。チャレンジャーのジュリアン・ドロシー、しかし終始チャンピオンが押しています。またコーナーに詰まります。チャレンジャーのジュリアン・ドロシー、畠山を攻める、畠山を攻めていきます。ブロックの上からではありますが、畠山が怖い攻勢狙ってますよ。ロシーはロシーはカウンターを狙っている。ロノシーはカウンターを狙っているという竹原さんの言葉通り、ロープを初にしても非常に強いタッチを出してまいります。挑戦者のフランスの世界ライト級の第1位のジュリアン・ドロシーです。畠山の目の出血は止まっています。左のスレッドをついていきます。チャンピオンの畠山、ニュータルコーナーを背にして、またこれが罠を仕掛けるようにうまくライトのアッパーカットを打ちました。チャレンジャーのジュリアン・ドロシー、右のストレートです。ジュリアン・ドロシー、チャンピオンが左のストレートを打っています。フランスはライパスをチャンピオンが振った。この辺りのコンビネーションプローはなかなかいい。さあ今度はチャンピオンの攻勢です。2分50秒を経過しまして、まもなく第4ラウンドが終了しようというところ、チャンピオンが右のスキュー、畠山の左を使った、畠山の攻勢、ここで第4ラウンドがありました。このラウンドをまた終了間際に畠山がプレッシャーをかけました。竹山さん、はい、このパンチいかがですか。そうですね、あの伸びてくるんで、あのちょっとあの不気味ですね。体ごともう突っ込んでくるんで。で、鬼塚さんがおっしゃるように、はい、終了間際にかつて西条正蔵さんがそうだったように、はい、うまくポイントを稼ごうとしてますね。そうですね、前半中盤とあのいいパンチももらってるんですけど、それをあの後半にちゃんと直結にしますよね。そうですね、はい、ここら辺畠山の一戦ごとに上手くなっていることを証明します。ワンツー、チャンピオンがワンツーを打ちました。中盤の第5ラウンドです。セコンドは下の方で控えていなさいというレフェリーのアルバラードさんです。偉大のストレートを鋭く出しております。チャレンジャー、チャンピオンがちょっとバランスを崩しました。ボディーブロー、挑戦者のロムシーです。畠山はこのラウンドはいろんなところを打たしています。畠山攻めていきます。左のストレート、チャンピオンの左のストレート、ライトアッパーはチャレンジャーです。このラウンド、ここまでは挑戦者の方が多かったんですが、畠山の見事なライトアッパーが相手のボディに蹴り込みました。左をダブルで持っていきました。ロングフック、挑戦者のフランスのロルシー、その後はオーバーハンド気味のミノロングフック、ワン・ツー・スリー・フォー、ライトアッパーが最後の4打目。竹原さん、はい、ここら辺のロルシーのコンビネーションいかがですか。いや、いいですね、非常にいいですよ。ただ畠山君はガードして突っ立ったままじゃダメですね。ナイスボディというのは鬼塚克也さんの声です。畠山、今日はボディーブローもなかなか多彩です。畠山、ライトアッパーを切りそうになりました。これはガッキリ返しています。リングの中央に両者戻りました。石川さん、チャンピオンサイズです。その左ボディは赤コーナーのレディエランドストレーナーからしつこく指示が出されています。右肩を入れて左ボディをめり込ませるというシーンです。赤コーナー、ドイアランサーのリポートでした。石川さん、青コーナーサイズです。こちらの方は畠山のリズムには乗るなと、自分のペースになると、このラウンドはちょっと休んで呼吸を整えてと言っています。畠山のコンビネーションブローが入りました。畠山の構成、このラウンドは中盤から畠山のペースになりました。体を入れ替えまして、ここでクリンチ、珍しくクリンチです。この試合初めてのクリンチでブレークが命じられました。これまではクリンチの全くないクリーンファイトでした。出したボディーブローは全部いい角度で、いいところに入ってるんで、もっともっと効果的に使えばいいと思いますけど、はい、畠山の左の目からまた出血が始まりました。レフトのアッパーカットを打ちます。チャンピオン、それはライトアッパー。第5ラウンド、もう50秒を切ろうというところです。畠山攻めていきます。ナイスボディですね、はい、畠山のボディーブローは今日はなかなかいい。左のストレート、1回2回、ロルシーの左のストレートです。
ロムシーの顔面、左半面が真っ赤になりました。ライトアッパーはロムシー、ジュリアン・ロムシーのボディブロー、ライトアッパー、ライトアッパー、チャンピオンがライトアッパーでチャンピオンが取ってくれてきた。チャンピオン、ライトアッパー、素晴らしい角度で入りました。ライトアッパー、空間からは左フック、チャンピオンの攻めていきます。ジュリアン・チャンピオンが右の精度を放ちました。お互いを攻めていきます。青コーナーを背に飛び出すのはチャレンジャー、チャレンジャー左ミート分まってスクオフしました。今度はチャレンジャーの構成、チャレンジャーが攻めていこうというところ、畠山が盛り返します。畠山が盛り返します。畠山ライトアッパー、フを切った。第5ラウンド終了。このラウンドまた凄まじいばかりの打ち合いが展開されております。国分大佐、はい、序盤から中盤に行こうというところなんですけれども、息もつかさぬ攻撃ですね、両者ともね。すごい攻撃だと思います。長谷さん、世界タイトルマスターすごいでしょ。いやもう今口開けて見てましたね。これが畠山の世界タイトルマッチです。折り返し間近の中盤の第6ラウンド、左のストレートを2発チャレンジャージュリアン・ルーシーが打ちました。フランスからやってきた刺客挑戦者、かつての WBA 世界ライト級チャンピオンのジュリアン・ローシーが今日の畠山の挑戦相手です。WBA から指名される指名試合です。はい、どうぞ。青コーナーサイド、左目、ジュリアン・ローシー選手ちょっと目が切れてるみたいですね。はい、畠山も左の目尻を切、ジュリアン・ローシーも左の目尻を切ったという青コーナー新田アナウンサーのリポートでした。左のストレートをついています。竹原さん、はい、畠山はロムシーはスタミナに何があるんじゃないかと言っておりますけども、どうでしょうか。そうですね、でそう思ってるとは思うんですけど、畠山っていうのはボディを攻撃してるじゃないですか。そうですね、でもスタミナを奪ってくるんでいいと思いますよ。まだ今のところその兆しは見えませんか。そうですね、まだスタミナは全然落ちないですね。ジュリアン・ロムシーのボディブローです。逆に今のボディブローをもらわないようにしないと。そうですね、はい、盛んに今ボディブローって言います。挑戦者のジュリアン・ロムシー、畠山の返り血を浴びて、ジュリアン・ロムシーの白い背中、赤い筋が一本さーっと出ておりましたが、今の揉み合いでその赤い筋は消えています。ジュリアン・ロムシーの白い背中、汗がかなりにじんでいます。畠山が打っていきます。終始畠山が相手をロープに追いつめます。左のストレート、畠山ライトアッパー、畠山が体を持っていきました。ニュートラルコーナーに詰まりました。挑戦者のジュリアン・ロムシー、銀色のトランクスがチャンピオンの畠山、3度目の防衛戦、チャレンジャーはかつての WBA 世界ライト級チャンピオン、ジュリアン・ロムシーです。両者ここでちょっと相手の出方を見ているというところです。中盤の第6ラウンド、1分56秒を経過しようというところです。石川さん、はい、チャンピオンサイドです。ルディ・エルナンデストレーナーはこれまで英語で指示を飛ばしていたんですが、右左右と今の中間蹴りになるところからはその日本語で指示を飛ばしています。ミドルレインでは右左右コンビネーションスロー、畠山、はい、素晴らしいバッチが当たっています。ジュリアン・ロムシーちょっと手数が止まりました。その後ロムシーはどのように挽回していくんでしょうか。畠山がリングの中央に相手を誘います。左のガードを下げました畠山、何を狙っているのか。右のウングフがブロックしました畠山、グローブでブロックをしています。畠山がまたプレッシャーをかけようというところ、右のロングフがブロックしています。よくディフェンスしています畠山、防御も誠に素晴らしい畠山です。第6ラウンド、まもなく20秒を切ろうというところ、さあこの辺りから畠山の攻撃が始まるというところですが、ロングフックが挑戦者、ロングフックが挑戦者、その中で1つストレートを1回2回ついています。畠山が青コーナーに挑戦者を攻めました。ライトアッパー、ナイスボディ、ナイスボディブローが入ります。はい、ロック、畠山攻め、畠山攻めていこうというところ、わあ右のボディブロー空を切ります挑戦者。ここで第6ラウンドが終わっています。WBA ライト級の王座は畠山が獲得する直前の2年間に4人もチャンピオンが入れ替わる実力者揃いのクラスとして知られております。そしてその4人の中の1人が今日の相手のジュリアン・ロムシーです。森岡さん、はい、やはり手ごわかったですねジュリアン・ロムシーね。そうですね、パンチがちっちゃいですね、的確に当ててきますねやはり、はい、ただもう畠山選手やっぱパンチが多彩で柔軟性ありますよ、はい、この相手とやっぱりちょっと負けてないですからね。はい、試合は中盤に入ります。そしてもう折り返し点が過ぎました。ジュリアン・ロムシーのグローブのバンデージ、絆創膏がちょっと溶けそうになりまして、今それをレフリーが巻き直させております。もちろんロスタイムです。
一方畠山の方もエルナンデストレーナーがグローブを巻き直しております。さあ先頭再開です。ニュートラルコーナーを指示しました。そして畠山が中央に、さあ先頭再開、先頭再開の後のオープニングヒットはどちらが打つんでしょうか。ライトアッパー、挑戦者ライトアッパー、そしてボディに持っていきました。畠山がまず打たせて何を狙っているか、右のストレートは空を切りました。ディフェンスもなかなかいい挑戦者のジュリアン・ブルーシー。さて竹原さん、はい、竹原さんの採点の上ではここまでどこら辺になりますか。そうですね、チャンピオンの方が少しリードしますね。チャンピオン畠山がわずかにリード、はい、はい、左のストレートを小さくついています。鬼塚さんがおっしゃるように、あの終盤のね、はい、畠山の各ラウンドの猛攻がなければ、はい、本当に怖いですね、この挑戦者はね、はい、難しいラウンドが多いですね、ただもう本当にあの終盤絶対に仕掛けて構成するんで、はい、いい戦い方してますよ、畠山先生。12ラウンドを前半と後半に分けるならば、もう後半に入っています。 WBA 世界ライト級タイトルマッチ、右のロングフック、右のストレート、チャンピオンが攻めていきます。右のストレートからチャンピオンが攻勢をかけました。しかし離れ際、したたか右のストレートを相手の顔面にヒットされたら挑戦者畠山攻める、またコーナーを背負っております。挑戦者のジュリアン・ブルーシー、ブロックの上、畠山がどんどん攻めていきます。ブレイクブレイク、クリンチの最終ですが、畠山が左のショートフックを相手の左のチンに当てました。ルームス選手はブロッキングがやっぱ上手いんで、上手いですね、ボディーブローをもっと効果的に使えば散らしていった方がいいと思います。顔面のボディ、あ、顔面の攻撃はなかなか上手いですもんね、はい、はい、ただ左ボディ出せば全部いいところに入っているんで、もっともっと入れていけばもっとスタミナも消耗していくと思うんですけど、はい、この右のストレートをいきなり引き出しました。挑戦者のジュリアン・ロシーです。畠山が終始追っかけていきます。ブロックの上、畠山は反中を出します。離れ際左を1回に返ってきました。挑戦者のジュリアン・ブルーシー、体が入れ替わりまして、画面背中がジュリアン・ブルーシー、この距離を大事にした方がいいと思いますよ。はい、ちょっと棒立ちになるシーンがあるんで、常に頭を振った方がいいと思いますけどね。チャンピオンを時計の軸のようにして左に左のバットを出した。挑戦者が変わった、畠山の右の突き当たりました。ナイスボディーブロー、ボディーブロー、畠山攻勢。しかし打たれた後は必ず盛り返して場合しますが、今日の指名試合挑戦者の WHE のジュリアン・ドルシー対する2回が高い回、さあ W のストレート、このコンビネーションが素晴らしい。畠山はライトアッパーで追いかけてきます。今回ライトアッパーを打ちました。さあ W のショートフック、畠山攻めライトアッパー、ライトアッパー攻撃、ファイナルラウンドが終わりました。左側のジュリアン・ロドシーは2ヶ月に一度の終わりで試合をしております。2ヶ月に一度は試合をしないと勘が鈍る、試合をして課題を見つけ練習でそれを修正するのが彼の趣味です。右側はチャンピオンの畠山、畠山の出来もなかなか素晴らしいし、ジュリアン・ロドシーもいいですね。あんまやっぱいいですね、元チャンピオンだけのことありますね。ねえ、予想に高まる素晴らしい試合になっています。状態を低く下げて畠山が追っていきます。畠山さん、はい、チャンピオンの畠山がまるで挑戦者のように、あの力戦と同じように、はい、終始追いかけていきますね、はい、いいと思いますよ僕は、はい、でロルシーさっきのラウンドぐらいからなんか少しスピードが落ちたように見えるんですけど、やはりその心配されていたスピードということが落ちてきましたか、はい、でもまだ気が抜けないですよ。はい、左のストレート、右のショートフック、しかし畠山がコーナーに詰めた、ニュータルコーナーに畠山が詰めました。ボディーブロー、ナイスボディー、畠山を攻めていきます。頭をつけての激しい打ち合い、ボディーブローの打ち合いです。ボディーブロー、すごい畠山、素晴らしいボディーブローが入りました。左のフック、スッとフック、しかし畠山ワンツースリーと3発のストレートを食いましたが、今の打ち合い、大塚さん、どちらに分がありましたか。畠山選手構成かけてますけど、ブロックしながらもやっぱり打たれながらもちゃんと打てる状況にいますよね、ロルジ選手も。そうですね、やっぱりちゃんともらったらちゃんと打ち返してますよね。そうですね、上手いですね、そうですね、一瞬でもやっぱ気が抜けないですね、これ。
という鬼塚克也さんの解説。今の打ち合いにしましても打たスタートは必ず打ち返していますが、今日の挑戦者です。右のストレート、いきなりチャンピオンが右のストレートを放しました。ヨルシアかなり効いてますよ今。あ、そうですか、はい、右のストレートチャンピオンが効いました。ヨルシアの右のストレート、1回2回3回と左のストレートをついています。ロルシーのスタミナがちょっと心配になったという竹原さんですが、顔の方もいくらか苦しげになりました。挑戦者のジュリアン・ロルシー。石川さん、青コーナーサイドです、はい、やっぱり終盤はねちょっと回復するようにと、あんまり攻めないでもいいとダニエルトレーナーから出てますね指示が。やはりスタミナがちょっと心配があるんでしょうね。ああ、自分からクリンチに行きましたジュリアン・ロルシー。竹原さんおっしゃるように確かにスタミナにちょっと危ないなという感じが出始めましたね。さっきボディ打った後に少し変な顔したんですよ、苦しそうな顔を。なるほど、はい、それはフランスとの練習の時にもジュリアン・ロルシーは確かにありました。朝日山選手に行きます。ボディブロー、もう一回持っていった。右のストレートを畑山が行きました。ライトアッパー、畑山もライトアッパーを打ちます。ミドック、畑山のミドック、いいパンチが入っています。チャンピオンの畑山、ここで攻めた方がいいですね。畑山ここでなんとか攻めたい、なんとかここでポイントを取りたい。左のストレート1回が3回とチャレンジャーが突き出した。畑山ライトアッパー、畑山右のストレート、ミドック、ミドック最後突く、畑山ライト、畑山ライト、畑山ライトしています。場内大声援、ちょっと手紙が止まったチャレンジャーのジュリアン・ロルシー。アマレギュラージュリアン・ロルシーが今度は攻勢に転じようというところ。畠山のスタミナを切るとか、畠山のラストに回りましたところでこのラウンドが終わりました。しかしこのラウンドまた凄まじいばかりの打ち合いが展開されました。竹原さん、序盤から切れた左の目をちょっと心配したんですけれども、はい、やっぱりプロのカットマンは見事なもんですね。ちゃんと止めますね、はい、そうですね。それに畠山がライト級に変わって腫れとか全然大丈夫になりましたね。どうやか si tú no sales cuando toca los te va a quitar punto cuando suena tiene que salir スペイン語で10セコンドのルディ・エルナンデストレーダーとレフリーのアルバラードさんが何かやり合いました。右のストレート挑戦者、試合は第9ラウンドです。石川さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイド、そのルディ・エルナンデストレーナーからは先ほどから再三テカって負けている、倒さなければいけない、お前も俺も勝つのが好きなんだろう、だったらもっと手数を増やすことという指示が出ています。負けているとルディトレーナーが言ってますか。畠山攻めていきます。となりますとここら辺から畠山が攻勢をかけてくるはずです。石川さん、対しましてチャレンジャーサイドはですね、ダニエルトレーナー、ラウンドは全部お前のものだとそう話してまして、ただですね、やはり終盤の体力の方の消耗を考えまして、このラウンドは体力を回復させろと、そういうふうに指示が飛びます。はい、挑戦者のスタミナにちょっと問題があります。畠山攻める、畠山攻める、スピードがちょっとなくなった。ジュリアン・ロルシースピードがなくなりました。畠山攻めていこうというところ、畠山攻勢です。ちょっとこの2ラウンド前あたりからスピードがなくなっているのが出始めました。挑戦者のジュリアン・ロルシー、右のストレート、戦うチャンピオンの顔面を捉えてないんですが、スピードが上がった。畠山リードして、レッドアッパー、レッドアッパー、畠山攻めていきます。ボディーブロー、打たれっぱなしになりましたジュリアン・ロルシー。畠山攻めていきます。ガードを固めてはいるんですが、ボディブローはだいぶ入りました。さあ今度はジュリアン・ロルシーが攻める番です。しかし左のストレート、畠山の左のストレートがクリーフット、畠山の左のストレートがクリーフットしました。あ、聞きましたよ。畠山が出ていきます。畠山が左のストレートを受けていきます。終始畠山を時計の中心とするように左右に回っています。挑戦者のジュリアン・ロルシー、畠山一発を狙っているんでしょうか。手数がちょっと止まりました。石川さん、先ほどのパンチが当たったところからルディ・エルナンデス・トレーナー、今だ行けという指示が出ています。あ、そうですか。畠山攻めていこうというところです。左右のストレートは挑戦者、畠山一発を狙っているというか、ボディーブロー、右のフック、内をするような右のショートフックが入りました。ホールドの注意は2回目です。畠山、畠山選手のボディブロー出せば当たるんですけど、もう出させないようにやっぱ体を打って、やっぱ上手いですよね。ボディブローやっぱり嫌がってこうブロッキングして打ちにくくしてますよ。そうですね、はい、ボディブローのブロックなかなか上手いという鬼塚克也さんの解説です。挑戦者のジュリアン・ロルシー、第9ラウンド残り時間はあと26秒ほど。
挑戦者の左右のストレートが入りました。畠山はこのラウンドの足を使っています。左の目切りまたちょっと先月が再び落ち始めました。ジュリアン・ルージーです。フランス人の世界チャンピオンの平均年齢は34歳、僕はまだ29歳、まだ時間は十分あると言っています。多分今度の試合は激しい音がする試合になるんじゃなかろうか。ルージーはいい、畠山はお互いに魂で戦う選手、間違いなく歴史に残る大試合になりますよと試合前に言っています。もう残されたラウンドは9分間、10、11、12、この3ラウンドだけです。畠山その後ボディーブロー、挑戦者は打たれた後は必ず打ち返します。鬼塚さん、今の畠山の構成は素晴らしかったですね。いいですね、いいですね。やっぱロールシー選手もやっぱ上手いですよ。急所をやっぱり外してまともにはもらってませんね。あ、そうですか。もう2人ともやっぱりパンチもらったように見えてもまともにはもらってません。あ、そうなんですか、はい、畠山ニューストレート、ライトアッパーは空を切りました。挑戦者このラウンドも畠山が持っていきます。左を1回2回3回と鋭く突き出しますのが挑戦者。畠山が左のストレートを2発出しまして、これに応えます。畠山ライトアッパー、畠山のライトアッパーはちょっと左のストレートが突っかえるようになりまして入りませんでした。しかし畠山が今日もまた終始相手をコーナー、さらにはロープに追い詰めようというところです。ロルシーはごまかしもうまいですね。チャンピオンからパンチをもらってもその後ごまかしが非常にうまいです。はい、2体のストレートからいきなり入りましたチャンピオンの畠山貴教。1、2、3、4、4発パンチを出しました。左の目の上が切れているのがはっきり分かるようになりました。挑戦者のフランスの WBA 世界ライト級第1位のジュリアン・ルーシー。ああ鬼塚さん、はい、珍しくジュリアン・ルーシーの方から抱きつきに行きましたね。そうですね、アウトボクシングに変えてきましたよね。そうですね、ファイターボクサーの方なんですけど、はい、うん、もう中盤あたりからちょっとアウトボクシングするようになりましたよね。そうですね、はい、あ、ここもまたジュリアン・ルーシーの方からクリンチに行きました。かなり疲れてますね。畠山は、あ、左のストレートを切りました。畠山持っていこうというところ左のストレートを切りました。右のストレートです、挑戦者の右のストレート。さあ畠山今度は何度切るか、セットックス、畠山の左のロングスクがありました。畠山の右のスク、左のロングアッパー、右のショートスクが入りました。畠山高森、またスロープのバンテージがちょっと緩み始めています。畠山選手はこういうディラフにならない方がいいですね。畠山の構成、畠山の構成です。背中を丸めてこのパンチを避けようという挑戦者のジュリアン・ルーシーです。第10ラウンド残り時間あと30秒、左のストレートの試合です。両者の顔がガクンと後ろに残りました。畠山が左手のロングフック、サムが左右のフックを下しています。畠山構成、畠山構成というところで、これまた挑戦者のジュリアン・ルーシーが抱きしていきましてフリンチです。しかし離れました畠山、入った畠山攻めようというところ、左のストレートを畠山が食いました。畠山左のストレートを下田が食いましたが、まだピンチあります。ジュリアン・ルーシーが右のストレートを払ったところで第10ラウンドが終了しました。ベルトを守ろうという汗、奪い取ろうという汗が飛び交って第10ラウンドが終了です。国分さん、それにしましても、はい、両者のスタミナにはびっくりしますね。もう本当に驚きますね。僕はこの場所にいて本当に幸せだと思ってますね。え、はい、さあ永瀬さん、今 VTR をご覧になりながら、はい、この畠山さんの表情を見てどういう印象ですか？そうですね、もうジュリアン・ルーシー選手を追い詰めた時の畠山さんはもう誰も止められないですね。本当ですね、素晴らしい。畠山のシャープでハードなパンチがコツコツと的確にダメージを刻み続けて第11ラウンド。いや、このラウンド来てまでね、畠山選手がね、この声だけ数を下して、やっぱりどんどんすごい練習やってますよ。そうですね、はい、もうすごいですやっぱり。畠山選手、ボディーブロー、いいボディーブローが右左の準
順番に当たりました。チャンピオンの畠山貴教、左のストレートをついています。挑戦者のジュリアン・ドロシー、リングの中央です。背中が畠山、向こう側ジュリアン・ドロシー、入って入ってというのは赤コーナーからの声です。石川さん、そのチャンピオンサイド、やはりインターバルの間はもっと手が、もっと手がととにかく手を出すこと、相手は疲れてる、こちらはパワーがまだ残っているんだから手を出さなければダメだという指示を出しています。ライト級に転向していいと思うことはいろいろあるけれども、回が進むごとにスタミナが湧いてくるような気がする。 2.3 キロの大きな壁があったんだけれども、ライト級に上げて本当に良かったと畠山は言います。畠山左にスープが入りました。このラウンドまた常に主導権を握っているのは畠山です。第11ラウンド1分を経過しています。畠山ここが頑張りどころです。チャンピオン頑張るという体勢、場内は2万を超す大観衆が入っております。埼玉のスーパーアリーナです。畠山がまたこのラウンドのディフェンスストレート、畠山の右のストレートが入りました。右のストレートは的確でしたね。あ、いいですね。ただその後にちゃんとロリス選手も打ち返しますよね。そうですね、1回のストレート、畠山が左のストレートをついています。おまめにはジュリアン・ドロシーが左のストレートをつきました。ライトアッパーは挑戦者、しかしこれはそれほど効いたパンチではありません。ロリス選手もやっぱりあの感じがコンパクトですよ。はい、はい、またグローブのバンデージが解けまして、ここで泣き直しています。竹山さん、はい、非常に珍しいことなんですが、それだけ激しい打ち合いがリング上続いていたことになりますね。そうすごい打ち合いですよね。もうお互い多分気力と気力のぶつかり合いなんで、ま、その気力を負けないで最後まで頑張ってほしいですね。はい、畠山がまた主導権を取ろうということを追っていきます。畠山攻勢、畠山攻める、逃げたくるジュリアン・ドロシー、ジュリアン・ドロシーの方から抱きつきに行きます。これは珍しいことです。ジュリアン・ドロシーはかなりスタミナを消耗しています。畠山追いかけていきます。左のストレート、1回2回3回4回つきました。ジュリアン・ドロシー、柳が右のストレート、まだ畠山追っていきます。畠山ライトアッパー、鈍い音を立てまして畠山のライトアッパーが入りました。左のストレートは両者共に打ち合っています。畠山の背中から汗が光り始めています。かなり激しいような汗です。パンチが当たるたびに綺麗に汗が飛び散るのが分かります。ジャンベンも追っていきます。ニュートラルコーナー、選手らはワンツースリーフォーとストレートを繰り出していますのが挑戦者のジュリアン・ドロシー。畠山の構成、畠山を攻めていこうというところです。左のストレート1回2回3回とついた後は右のロングフック、挑戦者左のストレート1回2回と挑戦者がついています。残り時間このラウンド10秒、さあ第11ラウンド10秒を切りました。このラウンドだって畠山選手のがもう本当挑戦者みたいですよね。勝つために一生懸命手を出してるような感じがしますよ。はい、第11ラウンドが終わりました。鬼塚さんがおっしゃるように終始この試合、あのリック吉村戦と同じように畠山貴教が挑戦者のように攻めまくっているというのがやっぱりかなり私ども印象として強いんですよね。そうですね、あのロリス選手もいい仕上がりで来てますけど、本当に勝ちたい意欲はもう本当畠山選手もすごい、はい、ありますね。畠山さん、はい、前回もそうでしたけども、はい、チャンピオンがまるで挑戦者のように、はい、終始主導権を取ろうということで攻めまくりますね。主導権は取ってると思うんですけど、あのロリスの下がりながらの攻撃をどう取られるかに判定はちょっとあれですね。あ、そうですか。難しいですよね。で、あなたが途中おっしゃったスタミナが切れかかったというのはその後どうでしょうか。そうですね、あの維持して頑張ってますね、ロルシーも。残りはあと1ラウンド3分間だけ。もちろん2万を超す大観衆、それを知っておりまして大声援。畠山がまるで全倍仕掛けの人形のように赤コーナーから飛び出してまいりまして挑戦者を迎え撃ちます。右のストレート、畠山が右のストレートをいきなり打ちました。この大声援はチャンピオンのナックアウトを期待する声でしょうか。あ、挑戦者の方から抱きつきに行っています。クリーンファイトでヨーロッパでの有名なジュリアン・ドロシーが抱きつきに来ました。畠山が言うように確かにジュリアン・ドロシーの方ではスタミナはなかった。畠山が攻めていきます。元気よく畠山が攻めていきます。右のストレート、畠山、畠山が右のストレートを打ちました。スタミナを使い果たすくらい頑張ってほしいですね。はい、畠山右のストレート、挑戦者がバックステップを踏みながらワンコンストレートを繰り出していますが、下がりながらのタッチですからこれはあまり効きません。畠山がこのラウンドをまた追いかけていきます。
アンドルシーライドアッパージュリアンドルシーのライドアッパーは右のストレート左のストレート畠山は的確なパンチを打とうということでじっくりと前向きしている感じの最終ラウンド右のストレート今日は痛いのストレートにします畠山高森効いてますよ、はい、効いている証拠で自分の方から後半かなり抱きついていきます。左のストレート1回1回つきました挑戦ジュリアンドルシーブロックでジュリアンドルシーがちょっと刀を引き出した畠山のチャンス畠山のチャンスしかしジュリアンドルシーは右のストレートを放っています。畠山が追いかけていきます。左のストレート畠山が左ストレートをしました。挑戦者のジュリアンドルシーは左ストレートを2回ついた後ライトアッパーまたクリンチです。またジュリアンドルシーがクリンチに行きました。右左のストレート畠山がキルでそれをかわしています。場内一席して畠山投入です。おちょっと体が丸くなりました。ジュリアンドルシーボディングローが効いたボディが効いたボディが効いた畠山がマッカートのチャンスボディが効いているんですがなかなか倒れません。ジュリアンドルシーがストレートを打ち返しているんですが序盤のようなスピードはありません。左の枠のボディに乗っていきましたジュリアンドルシー畠山が攻める畠山が攻めようというところです。左のストレート畠山ドルシー選手はごまかしは上手いですけどごまかすだけじゃ勝てないんでもっとあの勝つためには行かないといけないですよドルシー選手も。そうですね、はい、挑戦者ですからうまく畠山がいきません、はい、残り時間とうとう30秒を切ろうというところです。相模ながらも右のストレートを返しました。畠山左のストレートチャンピオンがこのラウンド持っていきます。右のストレートはまた効いてかわしています。挑戦者のミラクルシー畠山のミラクルストレート畠山の左のストレートこのあとは右のストレートは中央を切りました。畠山の攻めに行きます。畠山の攻め畠山の攻め青コーナーに決まりましたジュリアン・ドルシー今度はジュリアン・ドルシーの構成もう残り時間5秒4秒3秒2秒まもなく試合が終わります。素晴らしい試合でした。終始第1ラウンドからチャンピオンも挑戦者も死闘を繰り広げました。600発を超すパンチを両者が打ち合いました。素晴らしい試合でした。これが世界タイトルマッチです。見事な試合でした。素晴らしい試合でした。いや鬼塚さん、はい、勝敗の奇数はわずかに畠山優勢というような感じを全国のテレビの前の皆さんもお持ちになっているんじゃないかと思うんですが、はい、専門家が見ていかがですか。そうですね、もう展開的にはもう畠山選手有利に動いてきていると思いますけど、はいはい、あのポイントの取り方もうまかったし、はいはい、竹山さん、はい、わずかに畠山優勢でしょうね。そうですね、僕の採点では4ポイント畠山になってるんですよ。はい、はい、鬼塚さんの採点ですと何ポイントぐらい畠山がリードを奪っているんでしょうか。ちょっと夢中になってあのポイントまではつけてないんですけど、はいはい、途中からつけるのをついつい試合につられて忘れてしまったという鬼塚さんほどの方でももう夢中になってしまうという試合でした。さあ、まあ、国分さんはいかがですか。はい、もうとってもいい試合でもう間違いなく、ね、僕の中でも畠山さんが有利になっております。しかし永瀬さん、はい、今日はあのガチンコの竹中君も1ラウンド KO 素晴らしいデビューを飾ったし、はい、こんな素晴らしい試合を間近で見ることができました。そうですね、一度起きたことは二度あるって言いますからね、もうぜひここは畠山さんが勝利を取ってほしいなと。そうですね、祈りつつ。それにしても鬼塚さん、はい、チャンピオンも挑戦者も立派でしたね。そうです、もうこれはねポイント関係なくね、すごい試合でしたよ。そうですね、はい、もうすごかった。はい、はい、まもなく採点の発表があると思います。畠山とジュリアン・ドルシーがお互い肩を抱き合いました。素晴らしい試合でした。今日また畠山はプロの選手が終始攻めまくりました。ジャッジタバット118/110 ヨルシー選手の判定勝ちです。アメリカのジャッジ、そして南アフリカのジャッジ、そしてフィンランドのジャッジ、3人ともジュリアン・ロルシーの新チャンピオンを告げています。畠山3度目の防衛戦タイトル防衛失敗に終わりました。
これは鬼塚さん、はい、説明していただきますとどういうことになりますか。やっぱルルジ選手の的確な、コンパクトなパンチを取ってたんですよね。なるほどね、はい、パンチの正確性ということになりますけれども、竹原さん、はい、まあ、味方によりますけれどもね、はい、畠山もかなり的確なパンチを当てていたとは思うんですが、ロルチ の下がりながらのごまかし のパンチに、はい、やられたと思うんですけど。なるほどね、はい、ものすごく難しいラウンドが多かったですよ。そうですね、はい、はい、どっちにもつけてもいいラウンドが多かったです。はい、畠山選手が今放送席の後ろを通って機械地に消えていこうというところなんですけれども、まあ、私たちどうしても日本人は畠山投手というふうに見てしまうわけなんですが、やはり世界の公平な目から見るとこういう結果になってしまったという方もこれは仕方がないことで、日本中のテレビの前の皆さんもおやおかしいなと思われる方も少なからずいらっしゃると思うんですけど、これはもうスポーツですから採点がこうなった以上は仕方がありません。小塚さんも途中でおっしゃってましたけども、はい、やっぱりジュリアン・ロルシーというのはうまさは随分目立ちましたね。そうですね、老快な戦い方をしましたよね、試合の中で切り替えも よくしてたし、はい、ただもう畠山選手もね、もう何も走ることなく精一杯出したと思いますよ。そうですね、はい、もう12ラウンドまで来て本当にあそこまで1ラウンドから手出し続けてね、いい試合でしたよ、はい、さて国分太一さん、はい、残念な結果に私たち日本のファンからするとなったということになりますけれども、はい、素晴らしい新チャンピオンが返り咲きましたね。そうですね、でも本当にいい試合を見させてもらったなと、思いますね、さて永瀬さんにも伺わなければいけないんですけれども、永瀬さんね、このジュリアン・ロシー、はい、下がりながらではありますけれども、やはりかなり的確なパンチ手数で勝っていたということにやっぱりあなた方も思ってしまうわけですか。いやー、そうですね、やっぱこういう結果になってしまったのはねすごい残念ですけれども、やっぱりこの最強のジュリアン・ロルシーをあそこまで追い詰めた僕畠山さんは、素晴らしい選手だなと思いましたね。そうですね、今回の試合を見て。そうですね、はい、まあいつものことなんですが、試合が終わった後のリングの上は見事なコントラストを生み出します。ジュリアン・ロルシーの執念、素晴らしいものがありました。そしてジュリアン・ロルシー、その実力を遺憾なく発揮しましたと同時に、畠山貴教ももうチャンピオンではあるんですけども、終始自分の方からガン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 攻め込んでいったのも私たちを十分堪能させてくれました。強い者が勝つのではなく、勝った者が強い、そう、それがボクシングなんです。ということで今日は解説に鬼塚克也さんと竹原慎二さんをお迎えしてお送りしました。お二方ありがとうございました。どうもありがとうございました。それから TOKIO の国分太一さんと永瀬智也さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。実況担当は TBS の石川明でお送りしました。まあ、私たち